おはよう、ちゃんくんぽんちゃん。いい朝だね。雲は少し多いけど、青空も見えてます。そして、花、造花だけど花ね。花と、ぽんちゃん、美しい。そして、本当はジャン君が先にここに座っていたのに、ポンちゃんに場所を譲ってしまったジャン君、美しい。君はいつもその美しさで持ってるね。いい子だね。はい、ポンちゃん。冬が近づいてきて、まあ今は秋真っ盛りですが、日差しがこちら東側の、窓です。日差しが午前中しか入りませんので、今は9時ぐらいだね、そろそろ斜めになっていますが、そのわずかな時間の日差しをですね2人で浴びています。本当はね、南側に広い窓があって、快適な日向ぼっこ生活あるとよかったんだけど、ちょっと予算の都合でこのような状態です二人とも外を通る車が珍しいようです。そういえば、東京の頃は6階建ての、マンションで、ベランダにも出ていませんでしたので、外を通る車というのはほぼ見ていなかったと思います。野良時代はね、散々怖い思いをしたでしょうけれどね。なんか動いてるね。今お昼に近づいております。そして、生放送の時間がね、まあ、あと1時間ぐらいなんですが、この鳥の声とともにですね、近頃はちょっと癒し空間のようになっています。ジャン君、ジャン君、花の上のジャン君、明るいとこ見てるから目が、瞳が細くなってる。ジャン君、はい、ズームアップ。ズームアップするときはよっこらしょっていう音がします。このぐらいのアップにするのに顔の前15センチぐらいでしょうか。今7、8センチのとこです。はい、これはもう5センチを切っています。このカメラでは常にそのような撮影をしていました。